砂坂海岸は北海道檜山郡江差市町にある海岸。背部には黒松を主体とした松林があり、砂坂海岸林と呼ばれる。一帯は檜山道立自然公園に含まれる。黒松林は昭和時代前半に砂地からの飛車を抑える目的で造成されたもので、現存する北海道最古の黒松海岸林である。また、日本の白車聖書1 0 0に指定され、 保護されている。砂坂海岸は日本海の海岸線に沿って、江差市町の北8トル乙部町の南5ートルっさ部町の西6トルの地点に位置している。海岸の南側にはあっ部川が流れており、海岸及び松林の南側が川口部に接している。松林は海岸の背部に位置しており、延長1 5トル 幅 0.5km 前後の南北に伸びた帯状で、総面積はおよそ88ヘクタールを誇る。この松原は道内で最古のものであるが、もともとこの地に生えていたものではなく、昭和初期になって造成されたものである。江戸時代までは、紅葉樹で覆われた自然林であったが、明治初期に伐採されて以降は荒廃し、砂地と化した。 そのために発生したヒサの防止を大きな理由として現在の松原が形成された。黒松は幼樹であり、塩害やヒサに強く成長が早いため、北海道を含めた全国各地で海岸林として活用されている。しかし本来黒松は北海道には分布しない種であるため、道内に存在する黒松林の多くは植樹されたものであり、また寒さが障害となって、 その分布は道南地方に限定されている。本校では砂坂海岸に松が植樹される以前の出来事やそのきっかけとなった出来事についても背景とともに記載する。黒松を主とした松原の存在が有名であるが、江戸時代まではこの地は昔は水なら板や楓などの紅葉樹で覆われていた海岸林であった。この地をはじめ当時の北海道は 開拓前であり、内陸部を中心に、ほぼ原生林の状態を保っていた。だが、明治時代初期から始まった入植と開拓により、その状況は一変した。日清岩資料当時、北海道では日清漁が盛んに行われており、特に明治時代に入って、正木き藩による漁の制限がなくなると、家族経営の差し編み、 網元以下数十人から数百人の規模で行われる、ニシン定置網が行われるようになり、大きく発展した。採れたニシンは生殖用、あるいは磨きニシン、星数の子など、保存食、さらに高級肥料の締め数に加工されたが、締め数は製造の際にニシンを大釜で茹でる必要があり、焚き木の採集を目的として沿岸部を中心に山林が伐採された。 砂坂海岸は砂浜であったため二審の軍内はなかったものの代わりに地引き網による岩資料が行われ二審同様に締めかす加工へと回されその燃料として砂坂海岸林が伐採の対象とされたさらに寒冷地上え陶器には暖房のために多くの薪木を必要とし伐採に拍車がかかったこのため沿岸から離れた内陸の山林がほぼ 原世的な状態を保っていたのに対し、道南地域は沿岸部を中心に、ゲ山が広がっていた。切る木がなくなれば、根株まで掘り起こされ、さらには放火までされ、荒れ地の増大に拍車をかけた。柳崎集落佐坂海岸林は、国有地と町有地の二つにまたがっており、厳密に言えば町有地の方を、柳崎海岸林と呼称する。これは、 明治の初頭まで、ここに柳崎集落があったことに由来し、集落が集団移転した後地に松原が形成された。集落についての最古の記録は1880年に制作された夏原律太郎誇張記録にあり、それによれば集落ができたのは1673年から1681年の期間、つまり遠方の元号の期間である。 この集落は1741年7月19日に発生した大島大島の火山噴火に起因する大津波によって壊滅するものの、この当時正木藩の財政を支える重要な資金源であった火場材をアッサブ川上流から流送しており、川口近くに著木場を設けるためにほどなくして新たな集落が形成された。 この集落は1869年から1871年にかけて集団移転が行われているが、その原因の一つに口実する近隣の砂丘広配地からの被災が挙げられている。砂丘広配地の発生と被災後に柳崎集落に被災被害をもたらす砂丘広配地は明治初頭頃からアッサブ川岸側に発生した。幕末の探検家である 松浦武四郎は自身が出版した最高蝦夷日誌や武四郎めぐる裏日記で柳崎周辺について砂地に海浜植物が生えているだけの土地であると記述しており武四郎めぐる裏日記には少なくともこの景観は明治になってからもしばらく続いていたことが記されている昭和初期にアスタブ川南部のある土地を放牧場とした結果20年ほどで植生は失われ 荒地と化した。柳崎集落周辺では、馬や牛の下放牧による高配置の出現がたびたび認められた。夏原律太郎誇張記録には、明治初期には柳崎だけで95頭もの馬が飼育されていたと記されており、現代と比べて、牧草の質も量も劣る、当時の放牧地が下放牧状態となるのは避けられなかった。こうした状況下の中で、 荒れ地はみるみるうちに広がり、砂丘港配置が発生した。当期には、タバ風と呼ばれる北西からの季節風によって、砂が雪上を滑るように飛び、砂丘地の後方をおよそ 7km までの田畑を砂で埋め尽くした。砂の搬出には子供たちも動員され、冬明けには、田畑の砂除けのために学校を休む子供も多く、中は春先の風物詩にもなっていたという。 ヒサは、毎年のように発生して綿畑を交配させ、結果として、柳崎集落に移転を余儀なくさせた。また、住民の一部は村を去る選択をし、人口の減少を招いた。海岸林の伐採自体は、北海道各地で行われていたものの、柳崎集落周辺は、冬季の季節風が過放牧による、荒廃地から砂を巻き上げ、本来は集落を守る。 はずの海岸林が失われていたため、被災の被害が飛び抜けて大きくなった。植栽の始まり毎年のように被災による被害を被る柳崎集落であったが、1934年に、砂丘地およそ26ヘクタールが国有林に編入されたことで、ようやく事態改善の一歩を歩むこととなった。背景には、当時はすでに戦時体制に近しい状態であり、 食料増産が重要かつ緊急な国家政策であったことが挙げられる。国有林編入とともに、被災防備保安林に指定されると、翌年頃から試験的に植栽が始まった。増生にあたってはすでに、関東や東北に増生されていた海岸林を参考とし、砂丘の増生、副砂港などの基礎港や砂地造林等、砂坂に適した施業の方法や、 適木の範囲などが検討された。1938年に立案計画された海岸林造成事業は1940年より本格化し、1960年までにおよそ20ヘクタールが造成され、最終的には目標面積である70ヘクタールの造成が1963年に成し遂げられた。 苦難の連続目標面積は1963年までに達成したが、そこに至るまでの道のりは、決して順調とは言えなかった。植栽が始まってから3年後の1938年には、一冬で大が垣がヒさで埋没し、植栽木が全て枯死してしまった。また翌年の7月には豪雨によって、造成地一帯が水没する被害に見舞われた。 松原の活着率の悪さを鑑みた近隣住民は事業者らに、気違い沙た、非人という印象を抱き、時には皮肉を浴びせていた。事業者たちからも事業自体が冷遇され、営林所の職員は事業に関わることを嫌い、この事業所の勤務となることは、島流しと同等だとまで思われていた。この地に限らず、被災被害が甚大であった地域は、日本全国にあった。 ヒサは、家屋や田畑を埋め、時には川まで埋めて、洪水を引き起こしていたため、全国各地で、砂防造林植栽が行われていたが、植えた苗木が埋没したり、苗木が風で飛ばされるなどして活着しなかった。こうした状況から、地元住民から、バリゾン源を浴びせられ、予算の無駄遣いと陰口を叩かれることも珍しく、なかった。日本各地にある、黒松海岸林のほとんどは、 そうした困難を乗り越えて造成された。このように松の植栽は困難を極めたが、前述の通り海岸林造成の背景に国策であった食料の増産があったことから植栽は戦時中でも続けられた。ヒサの中で根付いた黒松は成長を続け、それに反比例してヒサの被害は収束へと向かい始めた。収束に伴い、 田畑からの砂除けは1955年あたりを境に行われなくなっていった。また海岸林の機能が発現され始めてから農業生産が安定したことで被災被害によって減少した人口が戻り始めた。現在の黒松林砂坂海岸林は人工林ではあるものの黒松林として北海道に珍しい景観であったことから 1960年には、檜山道立自然公園に指定され、1987年には、日本の白車聖書100選に選出された。海岸林の造成は1963年に、目標面積に達した後も続けられ、1998年時点で88ヘクタールまで拡大した。2017年時点で道内で最も古い、黒松林であり、森林管理局や自治体、 地域住民による植樹、保護活動が続いている。下記に砂坂海岸林と関連して柳崎集落の年表を記載する。昭和初期の海岸林造成事業により、現在の海岸林の用地の大半は黒松が占めているが、裸砂地や紅葉樹林、砂草地や低木林などが部分的に存在する。日本海側から停戦を越えると裸砂地、 スナクサチ、低木草林地、黒松林の順で、植生が帯状に変化している。最前線の裸砂地の土砂は、もともとは、アッサブ川から流れてきたもので、津島海流の一部をなす、沿岸流によって運ばれ、海岸に打ち上げられ、さらに吹き上げられたことによって形成された。明治から昭和の時代にかけて発生した筆差は、 この地の砂が吹き上げられたことで発生したもので、現在でも季節風によってしばしば飛砂が発生しているが、後方に控える黒松林によって捕捉されている。裸砂地を越えると一帯には砂草地が広がっており、ここには大枚蘇生に富む、すなわち堆積する砂による埋没に耐えうる植物が生育している。具体的には、浜ニンニク、コウ,ウ麦、浜ヒルガオ、 ハマニガナなどで、特にハマニンニクは、砂の移動防止と砂層の生育環境確保を目的に、人工的にも植栽された。ハマニンニクをはじめ、これらの植物は、成長に伴って周辺の砂を被覆し、被砂の軽減に役立っている。砂区砂地を越えると低木林が繁茂する総林地となっており、ハマナスや金銀木などの自生する植物と、 秋組や、イタチハギ、銀泥ドロなどの植栽された植物に大別される。いずれも埋没に強く、幹や根から、不定根を発生させて繁殖し、株状の将軍落を形成している。また、寒風害や塩害にも強い。低木草林地の後方には植林された、黒松林が広がっている。海風の影響により、風上に近い方ほど、小杖端部が削られ、 また幹も風下側に曲げられるか倒されるなどしている。黒松林は、風上部分から風下にかけて徐々に受光が高くなり、特に林の中央部から風下にかけては10メートルから15メートル、ないしそれ以上の高さのものも見られるようになっている。特に砂坂海岸林は、日本海に沿った縦長形状であるため、受光の高い立派な黒松林の規模も大きくなっている。 この場所では昭和中期より、除伐や干伐といった保護政策が行われてきたため、樹冠が大きく樹高の高い木も多い。ただし全体的に見ればそれらの政策は遅れ気味で、樹冠や樹高、幹の太さに成長の遅れが見られる箇所も多い。また黒松林に混ざって、紅葉樹も発生しており、柏、奈良、板屋などの江戸時代までこの地で生育していた。 樹木類が種子の侵入や放芽の回復などで林間層を形成している。これらはおよそ昭和後期頃から始まっており、年号が平成に変わる頃には黒松を主林木とした混合林へと変化している。これらの枯葉は黒松の枯葉と混ざることで分解されにくい黒松の葉の分解を促進させ、自力の維持に役立っている。また、 1966年頃から黒松林内の穴城地に、とど松が植栽されており、黒松の暴風効果の恩恵を受けて著しく成長している。海岸林北側の湿地帯には、八千玉が植栽されており、水分の蒸発によって湿地が乾燥しつつある。そもそも砂坂海岸林は、砂丘高配置から発生していたヒサから田畑を防御するために、 その後廃地に造成されたものであり、現在でもその機能を有している。浜人ニ肉ニなどの砂浜植物の生育によって裸砂地は減少しているものの、造成前は後廃地への被災被害が甚大であり、耐えかねた住人が集落を離れてしまい、人口の減少を招いていた。この被災を防ぐために海岸林は造成された。また海岸林は被災を防ぐとともに、 日本海の潮を乗せて飛んでくる海風による沿岸や風害を緩和する機能も備えている。海風に対して壁となることで同時に飛車も捕捉されることとなり、特に陶器は地吹雪も緩和されるなど、まさしく一石二鳥以上の役割を果たしている。飛車、開封被害が落ち着き、景観が向上したことで砂坂海岸林は保養の地としても利用されるようなり、 森林浴やキノコ狩りなどで、近隣住民の憩いの場となっているほか、自然観察館や教育体験活動の場としても活用されている。また、北海道最古活大規模な黒松林として、その珍しい景観を求めて、道内各地から見学者を集めている。砂坂海岸林は1ヘクタール内におよそ5000から1万本の黒松が生育しており、植栽密度が 極めて高い状態に達している。このまま成長すると、黒松同士が互いに光合成を阻害しあって、十分に行えず、共倒れになってしまう傾向にある。また、日本海側に面した黒松は、海風と日差を一心に受けるため、枝葉の発生が鈍くなり、光合成を十分に行えないまま濃損し、短命化しやすい。その上、 人間による手入れも遅れ気味であることから個体感で優劣が生じており多くの列島儀が濃損しやすくなっている。このほか、松食い虫による被害も深刻化している。北海道森林管理局は黒松保護政策の一環として海岸に2018年時点で3000機の防風策を設置している。ありがとうございます。